せーの、チリトゥアヨシャクソーヒカルです。はい、今日はですね、長続きするカップルとすぐ別れちゃうカップルの違いを僕たちなりに討論していきたいと思います。はい、長続きするカップルと別れちゃうカップルってやっぱ特徴があると思うんですよ。自分たちはそれ長続きするって思ってるやん。周りから見てないとなんかわかんないやん、そういう特徴っていうのは。そうだね、いろんなカップルをねやっぱ見てきてるんで、俺らがもう十何年付き合ってる感じだけど自称見てきてるから、そういうのも踏まえてちょっと発表していきたいなと思いますね。まあこれはあくまでも僕たちなりになんでね、ぜひまあ聞いてください。はい、ということでせーの、やってみよう。はい、ということで、じゃあどっちから行く？じゃあ俺から行こうかな。はい。じゃあ僕から行きます。はい、僕たちはですね、まず、記念日を忘れるぐらい軽視してる。そう。でも、付き合い始めてから1ヶ月とか、半年とか、まあ、そこ半年ぐらいかな、半年までぐらいは結構覚えてたりしてたんですけど、で、なんかどっかご飯行ったりとか、プレゼントしたりとかしてたんですけど、でも今とかはもう忘れてる時が多くない？記念日忘れてる問題って結構喧嘩になったりするって聞くんよ。そんなになんか覚えてる覚えてないとか、お互いを責めたりもしないし。そうだね、別に忘れてても「おい!」ぐらいじゃない？思い出したみたいなね。記念日だから何々しなきゃとか、記念日忘れたから何々とか、そういうのはあんまり決めない方が長続きするんじゃないかなって思いますね。あ、いいワード思いついた。はい、いい意味で、記念日にラフ。おー、いいんじゃないこれ。これ丸1、いい意味で記念日にラフ。いい意味で1日過ぎてましたと。で、2人ともどうするしてました。記念日、あ、記念日昨日やん。いやいや、今再現してたの。そう、なんの。まあそれでヒカルもさ、ってなるよ。あ、そうだみたいな、忘れてたみたいな。あ、じゃあ明日ご飯行こっかみたいな。そんぐらいの感じの方が、記念日ってどんどん付き合ってたらやっぱ来るわけやん。で、毎月なんかプレゼントはいとか盛大に言わせたら、まあちょっときつくなるっていうか、記念日に対するマンネリ化がしちゃうんじゃないかな。僕たちも意識してやってるわけじゃないんですけど、気づいたらもう半年経ってたみたいなの方が長続きする感じはするかなって思いますね。あ、でもまああれですね、盛大に祝ってるカップルさんも全然長続きしてる人いると思うんですけど、まああくまでまあ個人的な意見ですね。はい、はい、次。 LINE で大事な話はしない。ヒカルだってそんなに LINE で会話しないんですよ。コミュニケーション取るに LINE するのは全然いいんですけど、LINE ってやっぱりなんか文章で伝える分、喋ってるのとニュアンスが違う感じに伝わっちゃったりとか、まあ確かに怒ってないのに怒ってる風に見えたりとかすごいするんですよ。確かに。なんで大事な話するときは LINE で送るよりかは、ちょっとでもいいから電話するとか、大事な話あるけど今度会った時に言うねとかを LINE で言った方がいいんじゃないかなってヒカルは思います。確かに。まあちょっと大事って言ったら、なんかコンビニでなんか買ってくるもんあるとか。そうやな。俺らの場合はそんぐらいラフなんで、LINE はそんなになんかメインのツールとして使ってはないっていうのが一番揉める原因になんないからいいかなって思います。確かに。丸2、大事な話は LINE でしない。次、おたくん。はい。早めにすっぴんを見せるべし。だって彼女の方もきつくない？だって変な話、じゃあさ、1年付き合ってて、まあ大げさに話すけど、毎日じゃあ一緒に住んでるやん。で、毎日お風呂上がったとかさ、化粧してまた出てくるみたいな。きつくない？普通に。居心地がきつくなんない。からまあ徐々に薄くしていくとか、そういうのは早めにした方が後々楽かなみたいな。ヒカルがオタくんに初めてすっぴんを見せた時は覚えてないですね。俺も覚えてないです。いきなりバンってすっぴんでいって、見てすっぴんですみたいな感じで発表しない方がいい。何も言わないけど、自然にすっぴんになってるぐらいの方がいい。男はあんま気づかないと思いますよ、そんなに。確かに。オタくんが言ったのは、唇の色があったら他メイクしてなくても大丈夫。いや、そうなんよ。不安な子はお風呂上がって、もうリップだけ濃いの塗ってけばもう大丈夫。いや、本当に本当に。丸3、すっぴんは早めに見せるべし。それもういいよ、言わなくて。もう出しとくから。はい、大きな声で怒らない。まあまあそれはそうやな。まあ大きな声に限らずなんやけど、相手に対してイライラしてるじゃなくても、総合的に日常の中で嫌なことってあるやん。あるね。だからオタくん以外の場所で起こったことでちょっと不機嫌になったとしても、一緒に住んでる相手に突っかかったりとか、そっちになんかイライラぶつけたりとかする人が多いと思うんや。だけど相手に対して自分のなんかイライラとかを大声で言ったりするともう一発で相手も自分も嫌な思いになるから、確かに彼は人生においてだけど一回も大きい声で怒ったことないし、うん、相手に思いっきり嫌なことをバーって言ったことはないんよ。一緒に生活する上で大事かなって思いますね。俺らもまあ喧嘩っていうかなんか言い合い的な感じになるよね。なんか本当に、ね、何やってんだとかなんなくて、ね、冷静、まあこうやってわーって2人で言うよりは、まあ、そういう冷静になって解決していった方がやっぱ長く続くのかなと思いますね。そうやな、性格の問題もあると思うよ。だけど性格ってすぐ変えれるから、うん、びっくりするくらいでなんかさ、でもあれなんでしょ、女の子って性格生まれた時と変わんないらしい。え、そうなの？男の子は性格変わるんやって、結構この頃、人生において。で女の子は本当に生まれた時と同じらしいで、一説ですけど。じゃあさ、今自分の性格嫌いって思ってる子は性格を変えようって思って行動するだけで多分抑えれると思う、うん、まあそりゃそうやな、努力したら全然変わると思いますよ、それは。相手に対して不満をぶつけすぎない、はい、ですこちら、はい、これはまあ王道っていうかまあ当たり前ですけど、はい、何？思ったことはすぐに言う。ずっとなんか溜め込んでもあれなんで、まあ、ヒカルも全部言うしね、うん、まあ俺も言うし、それはあれやな、付き合ってく過月が多くなるほど言えることは多くなってくる、ね、まあまあそうだね、自然と多くなってくるけど、うん、なんかあったら言うかな。何事でもね、なんか小さいことでも相手に隠し事しないみたいな感じのニュアンスやな。もうないよ放棄はいということで、はい、もう出尽くしたので、おたひかが実際にやってることを言おうかなと思います。そうですね、毎日欠かさずに行っていることですね。そうやな、長続きするために2人で行っていることは、はい、どんなに予定が合わなかったりとか、うん、どんなにその前ちょっと言い合いしたりとかしてても一緒にお布団に入って一緒に寝ます。まあそれはそうですね、はい、まあベッドが1個しかないからそうなんですけどね喧嘩しててもいや違うじゃんベッドに入る時間がずれたりとかしたらもう一人寝ちゃってて後で一人で。ああまあまあまあ確かにそれはないやん、一緒にお布団入って、うん、一緒に寝る。まあほとんどそうですね、まあ、例外もあるんですけどたまにはまあなんか予定とかもあったりして、うんうん、まあほとんどはもう寝てますね、一緒に寝てます、うん、それはでも大事だと思います、うん、はい。あとは家にいる時は絶対一緒にご飯を食べる、うん、で一日の予定は絶対にお互い把握してる。あれだ、前日に寝る前に明日どんな感じみたいな感じで話すね、お互いに予定を聞く、うん、この3つ守れば結構、うん、いいと思う。確かに、うん、まあでも同棲してるカップル限定になっちゃうけど、まあね、一つ言うと結局はもう相性なんよ。出会った時の相性もあるし、うん、人間としての相性が全てだから、うん、どんだけ仲良くても、うん、相性がいいカップルには絶対にかなわないし、相性が良ければ別れることもないし、喧嘩してもね。だからもうそれはもう最初から決まってるし運命だと思うんで。どなたか言ってたんですけど、恋愛のそのカップルできるのってもうガチャガチャらしいんですよ。ガチャガチャ、うん、例えると、うん、こうガチャ回してってこう当たりが出たら、うん、そうだし、一緒にいて、もうこの人が相性いいなとか相性悪いなとかすごい分かると思うんですけど、うん、そういう感じで今一緒にいる相手とお幸せになるように願っています。はい、はい、ということでおたひかからの助言でしたという感じでぜひね、はい、皆さんカップルになってイベントでねおたひかに会いに来てください、はい、カップルでね。別にカップルじゃなくても来てよまあそうやけどいつかダブルデートしましょう。ダブルデート企画とかできるんで、その視聴者さんと。はい、ということで、はい、今日見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとでもまあそうかもなっていうことを思ったらチャンネル登録と高評価をしてください。お願いします。お願いします。ということで以上、おたとひかるでした。バイバーイ。